皆さんこんにちは。この動画撮影時点での話なんですけど、もうすぐ公式生放送ウィークエンド IF で、なんか始めたての人がなんか強くなる方法というか、なんかキャラクターの育成方法みたいな解説を運営がするらしいんですけど、この動画では使うスキルに焦点を当てていこうと思って、なんか始めたての人とか無課金はモッドよりもスキル威力3000超えるバーストスキルを狙う方がいいかもしんないっていう話ですね。それを今回話していきます。バーストスキルってモッドと違って何かスキルを装着して使うとかっていうものじゃないんですよ。まあだから必要なスキルが少ないっていうのがすごくいいと思ってて、まあただこういうね片手直剣のモッドスキルはこの双剣士の記憶ユージオっていうのが常設イベントで誰でも手に入るんで、これをモッドに入れるとめっちゃ強いっていうのをよく話すんですけど、まあもっと上の階層に行くと属性耐性っていうのがついてるボスがいて、なか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 っていうか全然通用しなくなるんですけど、まあ始めたての人にはいいっていう話で、まあ、こういう片手直剣のモッドスキルだったらね、まあ素材があるんで別に使えなくはないんだけど、モッドスキルの3枠目まで解放しないといけなくて、このモッドスキルにはモッドスロットっていうのがあって、このスロットに入れるんですけど、この3枠目、まあ最初1枠しかなくて、2枠目は、まあ解放するのそんな難しくないんですけど、3枠目解放するのクソ大変なんですよ。これ解放しないと、この3枠分のやつ入れられないんで、それが本当にきついんですよ。まあ特にストーリー途中の人にはモッド3枠目解放が本当にきついと思ってて、そのモッドの3枠目を解放するには、モッド解放のかけら3っていうのが、必要なんですよ。この3って書いてあるやつね。1とか、あ、違う、1じゃね、2とか3とかあるんですけど、3の方が、なんか、希少ドロップで、まあ、これね、3は武器ごとに、その、かけらっていうのがあるんですけど、こういう3のかけらは、25層以上の迷宮区からしか出ないし、上の階層の方が出やすいんですけど、40層以上の迷宮区じゃないと、ほとんど出ないっていうのがあるし、まあ、40層以上でやったとしても解放になんか1ヶ月以上かかったっていう人もいるんですよ。まあ、40層あたりだとあまりにちょっとドロップ率低いかもしれない、あまりっていうかまあ低い方だと思うんですけど、まあ75層でやる人がかなり多くて、このモッド解放のかけら3は上の階層へ行けば行くほど迷宮区は除道より奥地の方がドロップ率が高いと言われているんですけど、まあこれね、なんかブースト課金ありで、ブースト課金っていうのはこのショップのブーストモードですね。この月額960円のやつ。これで課金して、で、1日10時間以上やって、1日でようやく、50個集まって解放できたっていう人がいるんですけど、まあ、なんか1ヶ月以上かかったっていう人が多いですね。やっぱり。ほんとガチで1日中やると、なんとかギリギリ解放できるかな、みたいな感じなんですよ。本当に1日中やんないとですよ、効率よく。まあ、でも、こういうバーストスキルは、スキルレベル70だっけにすればバーストとして発動できるんですよ。そうですね、これレベル70で解放って書いてあるんで、この指定されたレベルまで強化するだけで、レコードフレームですね、それだけでバーストが使えるようになるんで、まあスキル使うんだったら普通に強化とか進化とか仕切るのは、まあ当然といえば当然なんですけど、まあ、しかもそのバーストスキルってもう今はその75層クリアでこの片手直剣コネクトヒースクリフが手に入るんで、これコネクトスキルって言ってスキルを連結させることにより、まあ、連続発動できるやつなんですけど、これで連結で発動した分も全部バースト発動条件満たすんで、まあ、バーストって、まあ、発動条件があって、この残属性、生属性ってこう、残性ってこれ書いてあるんですけど、この順番通りに、ソードスキルを打っていくと発動条件が満たされて、バーストとして発動ができるんですけど、コネクトの連結分でも満たせるんで、だからなんか裏セット片手直剣にして、まあ、さっきの残性だったら、まあ、このスキル自体が残属性なんで、まあ、生属性でせってやって、満たせるんですけど、まあ、75層クリアすればですけどね。まあ、そういうね、満たしやすさもあるんで、まあ、生属性は、まあ、誰でも手に入る配布だとこういうやつしかないんですけど、このクラインだね。何層だか忘れたんですけど、手に入るんで、何層クリアかで。まあ、あとは片手直剣以外にしか生属性なかったら、探検とかに戻して、
あの生属性打てばこの2連結目までさ、あの残属性生属性ってやって3連結目何もつけないで、で探検に戻して生属性とか打っても、まあ、こういうの満たせるんで、でしかもバーストスキルってこのバーストで発動した時のブレイク性能が高いんですよ。この右上見てほしいんですけど、このブレイクゲージ54とか、あのブレイク過去バースト88とか書いてあるじゃないですか。え、これバーストで発動するとあの2倍削れるんですよ、ブレイクが。今の環境このスキルブレイクっていうのがめちゃくちゃ重要なんで、このブレイクしやすいスキルっていうのを手に入れるだけでめちゃくちゃいいんですよね。本当に今の環境はもうブレイクしないと厳しいみたいな、本当に必須級なんで、え、特にこの残生のバーストの火力が高いこの晩餐優位ってやつですね、これを持ってるだけで本当残属性の火力として使えるだけじゃなくて、もううまくいけば探検ブレイクもしやすいみたいな、まあ、ブレイクゲージ増加量が上昇するアビリティ効果、八方崩しっていうやつ持ってればもっといいんだけど、まあ、このね残生属性、あの指定された属性でしかブレイクできないこともあるんですよ。この画像だとこれ斧マークついてるんですけど、ほらなんか武器タイプとか武器属性自然属性がこのアイコンに表示されるみたいな、この属性全部満たしてないとブレイク削れないんで、でブレイクに成功するとボスが行動不能になったり、ボスについてるバフが外れたりして、まあ例えばクリティカル耐性バフとかついてたらそれ外れてクリティカルが出しやすくなるとか、まあそういうのがあるんで、でまあ今特にカオス討滅戦のカオス175ってやつですね、これカオスダロスってやつが弱点属性残生属性で、まあさっきの晩餐優位が残生属性なんで、でしかも探検なんですけど、これボスの HP が半分削れるまではその HP50% 以上あるときは探検のブレイクなんで、まあ探検なら何でもいいブレイクなんですけど、生属性じゃなくて後半だと片手直剣の生属性ブレイクになるんですけど、まあ探検でブレイクできるスキルみたいなのが結構良くて、まあ晩餐優位でブレイクできるのかは知らないんですけど、まあでもなんかこれでブレイクできたらしいんで、ワンパンで、あ、これバーストの時86だから晩餐優位の方がちょっと高めなんで多分ブレイクできるのかな。あ、でも探検のブレイクタイムは違うのかな、いや多分わかんないな、できるのかな。あとはこの晩餐優位ね、このバースト発動時にこれ消費 SP なしで発動できる効果があって、 SP30 以上の時に発動するんですけど、これすごくいいと思うんですよね。これ使いやすいんで、まあ、自分が状態異常の時に強いんで、まあ、なんか状態異常デメリットみたいなのと併用するのがいいのかな、わかんないけど、まあ、俺持ってないんでちょっとわかんないですけど、まあ、探検なんですけどバーストとして使うと強いっていうのが結構有名で、でバーストスキルってバーストとして発動するとその間無敵状態になるんですよ。だから始めたての人でなんかすぐやられてしまうっていう人にも優しいし、その無敵時間を利用してセットチェンジ、まあ、メニューステータスプレイヤー装備って開いて装備セットってここ押すじゃないですか。でそうすると自分で作ったこの装備セットが出てきて、で戦闘中にこれ装備するって言って切り替えることができるんですけど、そのバースト発動中にそのメニュー開いて瞬時に切り替えるっていうテクニックができるんで、まあそれは始めたての人はあんまりやらないと思うんですけど、まあ後でもそういうことができると。でやっぱこういうね、そのブレイクしやすいスキルを持っておくと、あのギルドランキング戦でも活躍しやすいと思いますね。このギルドランキング戦とかさ、このまあ今やってるのは突属性弱点なんで、あの突属性ブレイクなんですけど、あの残属性でブレイクするやつとか来たら、あのブレイクしやすいんで、ブレイクいっぱい削れるんで、まあ大勢で行かないとブレイクできないと思うんですけど、ギルドランキング戦はそういう場面でも結構いいと思って、でギルランはやっぱそのブレイクができるかできないかでタイムがめちゃくちゃ変わるんですよ。本当にギルランで順位高いギルドってそのブレイクに失敗しただけでもう脱出してやり直しみたいな、なんかそういうところが多いんですけど、本当にねブレイクが鍵なんで、だからそういう点でもなんかバーストスキルもしなんか狙いやすいオーダー来たら狙ってみるのもいいんじゃないかって思うんですけど、ただまあモッドスキルは
まあバーストと違って火力出すための準備に時間がかからないんですよ。まあ、バーストスキルってやっぱバーストの発動条件満たすためになんかわちゃわちゃいろいろスキル打たないといけないし、まあ、バーストを打つ時の演出もちょっと長いしみたいな、まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、こういうモッドスキルはそのスキルが揃ってればバーストスキルより高火力を出せたりするんですけど、やっぱ少ない必須スキルで頑張りたいっていう人にはバーストがいいんじゃないかなって思います。まあ、バーストスキルだと、まあ、片手直拳のモッドスキルと違って、まあ、こういうね切れ味抜群勇気とか出た時に使えるんで、まあ、片手直拳モッドスキル使わないんだったらそのバーストだけだったら、まあ、こういうパワーラー4もいいんですけど、まあ、でも片手直拳持つんだったら基本的にはみんななんか直拳モッド使うんで大体は。でもな片手直拳以外だったらやっぱそのバーストでもこれこういうのがね生きてくるんで、もしもあの手に入ったらですね。ただこういうそのスキル威力3000超え の強いバーストスキルって非常にオーダーで狙いにくいんで、あのピックアップになかなか入れてこないんですよね。まあ、売れないと思ってるのかなんか知らんけど運営が。だからなんかモッドを狙う方が無難だったりするんですけど、もしバーストスキルを狙いやすいオーダーが来たら狙って引いてみるのもいいかもしれません。でやっぱ最近ねそのバーストステップアップオーダーとか全く来てないんで、来てほしいなって言ってる人たまにツイッターで見かけるんですけど、まあ、バーストステップアップオーダーとか多分みんな引かないと思うんですよね、始めたての人とか。だってモッドスキルの方が強い強いみんな言ってるから、もうモッド引くじゃんみたいなところあると思うんで。ただバーストステップアップオーダーね来たらね引くのもいいかもしんないですね、始めたての人は。あとバーストは火力としてだけでなくて、例えばこういう歌舞伎姫リーファーとかそのブレイクゲージ稼ぎつつ、あの斧で覚醒中に小刻印っていうのを入れられるんですよ。今斧スキルで唯一この小刻印デバフっていうのを入れられるんですけど、あの次に与えるダメージが 1.5 倍になるってやつですね。こういうのを入れられる唯一のバーストスキルなんで、斧の中では、まあ、特にカオスアスラカオス175のやつで、まあ、ダーミズ特性なんで弱点がこういうのが使えたりしますね。まあ、例えばそのカオスワンガイドとか打属性弱点なんで、まあ、そういうのをやる場合にも覚醒中にこういうのを打って、まあ、ダメージ稼ぐっていう人もいるんで、まあ、最近カオス195出ましたけどこれがすごくいいって言われてるし、まあ、バーストいっぱいねいいスキルあるんですよ。こういうスザクアスナとか今はねあまり使ってる人はいないかもしれないんですけど、これバーストで発動するとスキルクールタイム5秒減少っていうのがあって、でこれモッドにそのクールタイム何秒か減少するやつ何枚も入れても5秒ってなかなかいかなかったりするんですけど、これバーストで発動するだけで手軽にクールタイム5秒も減少できるし、まあ、SP 消費なしで発動できるっていうのがあるん でしかも片手再建はクールタイム減少のコネクトチェーン効果、あのコネクトスキルにあるんで、まあ、そういうので発動条件満たしてもいいと思うんですけど、まあ、コネクトもバーストも入れるってなるとソードスキル枠圧迫するで、まあ、コネクトだけでいいかっていうのはあるんですけど、コネクトのコネクトチェーン効果だけでクールタイムはいっぱい減少されるんで、まあ、コネクト使う場合はこういうのはいらないかもしれないんですけど、まあ、なんかやっぱバーストだしそのブレイクゲージ稼げるみたいな、あそうだ、さっきからあのブレイク言ってるんですけど、ブレイクって2種類あって、まあ、さっき言ったこのスキルブレイクってやつはボスにこのブレイクタイマーっていうのが表示される場合ですね。なんかボスのなんかでっかいための後に必殺技みたいな攻撃してくるとき、こう大範囲攻撃みたいなしてくるときになんか踏ん張ってこういうマークが出るんですけど、まあ、その時にこのマークをこう削り切れたらその行動不能になるっていうパターンと、ボス自体にブレイクゲージっていうのがある時、このブレイクゲージをどんどん稼いでって満タンになったらブレイクしてで行動不能になるっていうパターンがあるんですけど、ブレイクゲージがある時にその満タンにする場合とかだと、なんか例えば突闇じゃなくて突属性だけで攻撃してればブレイクゲージが上がるとか、そういう場合もあって、まあ、ボスにはこのブレイクゲージとスキルブレイクどっちもあるパターンもあるんですけど、あとはねこれ天使アスナって呼ばれるあの神スキルですね。マジ神これ。
イラストもなんか神みたいだしまあ天使だけど、神っていうか天使だけど、これやっぱね、そのブレイクゲージ増加量が多いっていう効果があって、しかもバーストで、でバーストで発動すると184もブレイク値があって、でこれそれだけじゃなくて、バーストで発動すると自分の HP の 30% も回復するっていうえぐい効果があるんで、もうめちゃくちゃ回復するんですよ。もうこれさえあれば片手再建でもタンクができちゃうみたいな、もうそれくらいの性能で、まあ、実際これ使ってあの85層迷宮区でタンクでやってる人もいるんですよ。タンクやっちゃうみたいな。やっぱ突属性武器なんで、タンクやりながらその突属性ブレイクまでできちゃうっていうのが良くて、85層とかで、まあ天使アスナって片手再建スキルなんで、まあ、盾さえつければこのタンクでめちゃくちゃ使える神スキルですね、星1のカリスマリーダーディアベル、これが装備できてしまうんで、まあ、基本はスキル4とかにセットするんですけど、まあ、タンクの動画はねそのうちあります。今タンクの動画の台本作ってるんですけど、もうあまりにも説明することが多すぎて、どこからそのどの順番から説明しようかって考えてるんで、めちゃくちゃ、まあ、後でねその3つくらいの動画に分けて説明しようと思うんですけど、それくらい説明すること多くて、まあ、とにかくね、まあそういうノラパーティーでたまにその片手再建でタンクやる人がいると思うんですけど、まあ、俺の知り合いというか触れなんで、前ね同じギルドにいて、まあ、今もねあのディスコードとかで交流があるんですけど、でまあいろいろ言ったんですけど、スキルいろいろ揃ってて火力出したいっていうならやっぱモッドの方がいいですね。ただ例えば探検モッドとかはそのモッドの中身ですね、そういうのがなかなか狙う機会がなかったりとかして持ってない人が多いんで、まあそれだったら、まあ、バースト狙えるときに狙っちゃった方がいいんじゃねみたいな、まあ、そういう感じがあるんで、まあそういうこういうねバーストスキル強いやつなかなか狙いにくいと思うんですよ。そういう狙いにくいオーダーばっか来るんで、ただちょっと前そのクリスマスあたりかな、ちょっと狙いやすいオーダーとか来てたんで、まあそういう時ねちょっと引いてみるのもいいかもしんないですね。まあ出たらいいなくらいで、まあ以上でそのモッドスキルもいいけどバーストスキルもいいよっていう話を終わりにしようと思うんですけど、まあ簡単に言うとバーストはモッドみたいにモッドのかけら集めとかしなくてよくて、すぐ使えて手軽に高火力出せるんで、始めたての人にいいんじゃないかっていう話でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。